説明書きが三つの言語で彫り込まれた陶器の筒。エンニガルディナンナの博物館において展示品に添えられていたもの。博物館のキャプションとして知られるものの中では最古である。エンニガルディナンナの博物館は定かではないものの一部歴史家により世界最古の博物館であるとされている博物館である。紀元前530年頃に設立されたとされる。 キュレーターの役割を果たしていたのは、シンバビロニア最後の王であったナボニデスの娘、エンミガルディである。この博物館は、ウル、巧妙なエテメン・ニグルの約150メートル南東に所在していた。考古学者らがウルの宮殿及び寺院を発掘していた際、大量の工芸品が発見された。これらの工芸品は整列され、作成年代は育成期間にわたって異なっていた。 これらは、博物館の収蔵品だったことが分かった。これらの工芸品には3つの異なる言語が彫り込まれた陶器の筒が添えられており、後に、博物館のキャプションであると判明したためである。エンニガルディの父ナボニドゥスは、古物収集家であり、また、古物の復元を趣味としていたため、エンニガルディに古代の工芸品を評価することを教えた。ナボニドゥスは、 世界初の考古学者として評価されており、エンニガルディは、そのような父の影響で、教育目的での古代工芸品の博物館を開設したのである。博物館が所在していた王宮は、イーギグパーと呼ばれる建物の中にあり、この建物には、エンニガルディの居住にも用いられていた。王宮には他にも、付属の建物がいくつかあった。考古学者、レオナルド・ウーリーが、 博物館の遺跡を発掘した際、収蔵品は石板及び陶器の筒によりラベリングされていた。収蔵されていた工芸品の多くはナボニドスにより発掘された紀元前20世紀頃のものである。ネブカドネザル2世により収集された工芸品もまた収蔵されていた。また、エンニガルディジシにより発掘された工芸品もあると考えられている。これらの工芸品は、 エンニガルディの時代を数世紀遡るものであり、メソポタミアの南の地域から持ち込まれたものである。エンニガルディは自らが居住していた宮殿の隣の寺院にこれらの工芸品を収蔵し、この地方の歴史や新バビロニアの伝統を説明するためにこれらを用いた。これらの工芸品のための博物館のキャプションは3つの異なる言語で、 工芸品の説明書きを彫り込んだ陶器の筒であり、歴史家の間では最古のキャプションとして知られている。このような工芸品には、例えば以下のようなものがある。ありがとうございます。